おはようございます。瀬戸内警察署の一日警察署長を務めたのは南波さやリポーターと古舞さよリポーターです。一日警察署長として地域の住民に防犯意識を高めてもらうためパトロール活動を行います。瀬戸内市役所で開かれた出発式ではタスキと委嘱状が手渡されました。出発。2人の式で白バイやパトロール車が出発。チラシを配りながら特殊詐欺への注意喚起や防犯のために施錠することなどを呼びかけました。いつ自分の身に起こってもおかしくないことだと思うので、もしかしたらっていう意識を持って行動してもらうことが大切かなと思います。日頃皆さんがもう地域安全のためにパトロールされたりとかもしているので、その声をもっとたくさんの人に届けられたらなと思っています。